韓国経済に危険信号、サムスン、LG、現代自動車の利益激減。本日までに韓国のサムスン電子、LG 電子、現代自動車の営業利益が激減していることが明らかになりました。サムスン電子は営業利益が前年同期比で28.7%の減少。前期と比べ38.5%の減少。LG 電子は 営業利益が前年同期と比べ七十九点五パーセント、約八十パーセントの減少。前期と比べて八十九点九パーセント、九十パーセントの減少。さらに現代自動車は前年同期と比べて営業利益が七十六パーセント減少してしまっております。韓国では非常に厳密な経済構造となっており。 サムスンと LG ・現代自動車の売り上げを合わせますと、GDP の約40%を占めてしまい、この3社の経営状態が韓国経済に直結することになってしまっております。それに対して、現在の韓国政府、文在寅政権は、突然最低賃金を引き上げるなど、経済的な失策、失勢を続けており、 今後、韓国経済はより厳しいものになっていくと思われます。現在、韓国と何らかの取引がある方は、皆様や企業に被害が及ばないように、事前にしっかりと対策を取っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。